そしてバスボールを紹介していきます。この引っ掛け用通り抜けフープ、ちょっと変わった形をしているドラえもんの入浴剤だけは雑貨屋さんでゲットしました。あとは普通にイオンとかね、トイザラスとかで見つけました。はい、コップや鉛筆立てに引っ掛けて遊ぼうという引っ掛けタイプのものですね。フレッシュのスイートレモンの香りで、なんか黄緑っぽい？中から出てくるのは、にっこりドラえもん、ひょっこりドラえもん、ひょっこりドラミちゃん、タケコプタードラえもんで、タケコプターが出たらラッキーって書かれてますね。このにっこりお顔のドラえもんに会えるでしょうか。では、開けていきます。あ、ちょっとね、薄めの黄緑っぽい感じ。うまく取れたかな。このタイプはね、取れる時と取れない時とあるんですが、今回はうまくいった。ひび割れもないし、よかった。さあ、中にカプセルが入ってます。誰が出てくるかな？続いてはこちら見ていきましょう。ビックラ卵になります。シークレットがあるそうです。ドラえもんの顔の形の入浴剤。うん、石鹸の香り、いいですね。中から出てくる人形は全部で5種類で、ドラえもん&どこでもドア、おやすみドラえもん、ドラえもん&ドラ焼き、ドラミちゃん&メロンパン、そしてシークレットです。ドラミちゃんも欲しいけどな、シークレットが気になる。ゲットできるかな？はい、水色の入浴剤、大きさ的には同じぐらいなんですが、こちらは中が詰まってる分ちょっと重いですね。おー、ドラえもん。はっきりお顔でした。はい、三つ目はこちらのビックラ卵。ドラえもんの秘密道具シリーズ。ワクワク楽しい秘密道具編になります。ドラえもんの顔の形、こちらは黄色ですね。ミックスフルーツの香り。人形全部で4種類。ドラえもんタケコプター、ドラえもん空気砲、ドラえもんタイム風呂敷、そして伸びた温泉ロープになっています。うまくね、ドラミちゃん、ドラえもん、のび太くんとか出てきてくれたら、なんか、いい気がしてきた。うまくいくかな。ミックスフルーツの香りは、結構濃いめ。黄色って書いてますけれども、ちょっと、オレンジっぽいような、山吹色っぽいような色ですね。はい、こちらのお顔も、はっきり、黄色の方がはっきり見えるかも。はい、では今回はこちらの3つ一気にお湯の中に入れていきます。はい、ではいきます。どれからいこうかな。青、そして黄緑、最後に黄色。どうなるかな。お、もっと勢いよく溢れそうになるかなと思ったら、そうでもない、結構静かめ。バスボールがね、どんな感じの溶け方するかな、それによってなんかこうムクムクくるかなとか思ったんですけど、意外と静かに溶けてますね。まあ、ただやっぱり泡の率としては一番ムクムクはしてるかも。ビックラ卵はシュワシュワ系ですよね。色は今回は黄緑になるかな。泡の音気持ちいい。いっぱいの泡が一気に消えた時の音が好き。どれが最初に出てくるかな。なんとなく音が変わってきたので、そろそろ出てくると思うんですが、あ、奥になんか見える。ドラえもん、なんだろう。
たて揚げてるやつが来たよ。なんだろう。これは何かな？なんかまだ見えないね。最後に入れたからかな。そしたら最初に入れたのは青いやつかな。そう、じゃあ見てみよう。あ、どら焼き持ったドラえもんだ。どら焼き、あ、ちょっと目がハート、かわいい。あ、あ、これシークレットだ。やったね。シークレットはお目目がハートになったドラえもんみたいです。ドラえもん&ドラ焼きが出たと思ったら目がハートで、あれハートだったっけと思ったらシークレットでしたね。やったー、ゲット。はい、そして後ろからまたまたドラえもんが出てきました。これはなんだ、なんだ、なんだ。タイム風呂敷かな。え、そしてまだカプセルの全然溶けてないんだけど、びっくりするほど溶けてないんだけど、やば。え、こんなことってあるってぐらい溶けてないんですけど、ちょっと力入れてみていいかな。あ、崩れたー。そして出てきたー。あ、あ、これも出たらラッキーのやつだよ。すごくない今回。じゃじゃん、見てー、タケコプター、ドラえもん目がキュッてしてる。やったね。はい、ということでこちらも出たらラッキーのシークレット系のドラえもんが来ました。はい、ドラミちゃんとね、のび太くんは出てこなくて全部ドラえもんだったんですけれども、まあ道具もバラバラだしいいんじゃない。はい、これはタイム風呂敷ですね、ですね、ですね。ということでひらりと、あの、風呂敷をやってるドラえもん。表情もそれぞれ全然違っていい。そしてこのビックラ卵と比べると、あの、これですね。このタイプは一回り小さめ。まあ、小さくても可愛いんですけれども、はい。ビックラ卵の大きさがより引き立つ感じになりました。穴からちょこっと出てるような立体的な感じはこれよく表現されていてとっても可愛いです。この部分が引っ掛けられます。はい、ということで今回はドラえもんのビックラ卵、そしてバスボールを一気に紹介しましたが、とってもラッキーな回でしたね。なかなかこういうのは出ないから嬉しい。また見つけたら集めてきてみたいと思います。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。